第 6SS 装甲軍。第 6SS 装甲軍は、ナチスドイツの武装 SS、ナチス新衛隊の戦闘部隊で編成された最初の装甲軍であり、設立当初は第6装甲軍であり、1945年4月2日に、ドイツ国防軍から武装 SS へ移籍、第 6SS 装甲軍となった。第 1SS 装甲軍団、第 2SS 装甲軍団、 第 6SS 総甲軍は1944年9月に第6総甲軍として編成された。司令官には、ヨーゼフ・ゼップ・ディートリヒ SS 上級大将が就任し、総甲軍は西部戦線の B 軍集団所属となって、ラインの守り作戦のつぶさに入った。だが、総甲軍に所属する4個の総甲師団の状態は、良好ではなかった。これらの士団は、 ノルマンディの戦いからフランス撤退まで戦い続けており、戦力は低下していた。再編成がなされてはいたが、その内容は苦しいものであり、戦車は4号戦車とパンター戦車混成で1個大隊を編成、重戦車大隊や駆逐戦車大隊を師団に編入して2個目の大隊している状態だったドイツの1個装甲師団には、連隊所属で2個戦車大隊を編成また、 兵の補充も90%行われたとされたが、中には6週間の訓練しか受けていない兵も多く、空軍や海軍から2000名もの補充を受けた手段もあった。さらに、兵士以上に指揮官の不足も深刻であり、質量ともに戦力は高いとは言えなかった。1944年12月16日早朝、西部戦線におけるドイツ軍の反撃である。 ラインの守り作戦は始まった。第六 s s 装甲軍は、攻勢の中核となり、ヨアヒムパイパー SS 中佐式のパイパー戦闘団を、先兵とてアントウェルペンを目指して、進撃を開始した。だが、作戦は、最初の一歩でつまずいた。国民的弾兵士団と高化量兵士団が、米軍の戦線を破り、その後パイパー戦闘団を戦闘に、装甲士団が進撃する計だったが、 米軍の立ち直りが早く、戦線突破ができなかったのである。パイパー戦闘団は進撃路を変更し、米第99不評手段を撃退して、戦線の突破に成功した。その後パイパー戦闘団は、進撃が遅れる他の部隊を尻目に、地雷腹を強引に突破してまで再戦闘を進んだ。しかし、米軍は橋を爆破して、その進撃を阻み、 燃料集積所にある14万ガロンの燃料を燃やし、戦闘団に利用されることを防いだ。こうした米軍の行動によって、パイパー戦闘団の進撃は止められてしまった。その後、パイパー戦闘団は23日に交代するまで、ストゥモンとラグレーの森で米軍の攻撃に耐えた。第六 s s 装甲師団の主力は十九日に、ミューズ側への突破を図って、攻撃を開始したが、 米軍第3機構士団と第7機構士団、第82空挺士団がこれを阻み、第 6SS 総甲軍の構成はここで頓挫した。作戦全般を指揮する B 軍集団司令部は、構成の主力を第5総甲軍に移したが、バス島にで苦戦したため、第 6SS 総甲軍から第 2SS 師団以外の3個、総甲士団を援軍として送った。しかし、結局、バス陥落せず、 米軍の救援部隊の到着や天候の回復による連合国空軍の減によってラインの守り作戦自体が失敗に終わったのである。第 1SS 装甲軍団、第 2SS 装甲軍団第 4SS 装甲軍団。ラインの守り作戦が失敗に終わり、アルデンルから撤退した第 6SS 装甲軍は、再び戦力を消耗していた。第 1SS 団と、 第 12SS 走行師団は、海軍の兵士を含めた補充兵で兵員を9割、19000、走行車両は5割、90両にまで回復はしたものの、自走榴弾砲が2問しかない師団があるといった状況であった。この時期、SS 最高指導者であるハインリヒヒムラーの権力で優先的に装備ラインを得ることができた武装 SS で、 あっても、十分な戦力回復は望めなくなっていたのである。だが、それでも SS 第一総甲軍団は1945年2月に、ハンガリーでのソ連軍共闘砲を攻撃する南風作戦に参加し、ソ連軍を撃退することに成功した。東西から連合軍が迫り、ドイツ本国が危機に立たされた中で、ヒトラーはハンガリーにある、小規模な油田保人のために、 ハンガリーで攻勢をかけることを決めた。春の目覚め作戦である。第六 s s 総甲軍は、作戦前の偽装工作として、各部隊に補充部隊や訓練部隊という、偽の名称をつけ、ハンガリーへ向かった。春の目覚め作戦は3月6日から始まった。しかし雪解けの泥によって、戦車や車両の移動速度が鈍ったこと、ソ連軍も動きを察知して、 防御を固めていたことから、ドイツ軍の進撃は、父として進まず、9日後の15日には幅50キロ、重心300キロを確保した時点で作戦を、中断した。こうして、ドイツ最後の大規模攻勢は失敗した。ヒトラーは、この失敗に激怒して、第 1SS 装甲師団、ライプシュタンダルテ SS アドルフ・ヒトラーの兵士から、 軍服の左袖の袖腕章を取り外せと命じているが、D 取引は取り合わなかったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。